ओम सहना भवतु सहनो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वीद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। असतो मा सर्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय नित्योर्मा अमृतंगमय आविराविर्मयेधि रुद्राय ते दक्षिणमुखं ते नमामि पायि नित्यम्। कमी समा ये जिस सुधाई करा जिस सुधाई ये निचिवी इते कुदासाई इन्हें सं इन्हें शी करा इतना मुचिनो कुरानी करा चिश्की नहीं करिए निचिवी इते कुदासाई शी करा खुशीये निचिवी इते कुदासाई वारे वारे नो नकानी वहाई कुदासाई अनाथ नो यासाशी काव दे वारे वारे हो ममत्ति कुदासाई। ओम शांति 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 हरि ओम। इन्हें उन्हें मिला सन चिंगो कुशी दमोवा इन्होंने माशो ओम शांति 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 हरि ओम। नमस्कार भाई बुजुर्ग मास それから質問会社まで来てる質問ありますか？Toshiko san has sent me an email with the questions, so should I tell it? Yes. So you had already asked Toshiko one. san でも、まだ出てない。これ、リカさんも出てない。リカさんに言いましたけれども。Yes. So she said the second question was としく今井さんの一つ質問ありました。どうぞ。about how the reality and the non-reality could come together in ジだョルゴングディ。ラ Yes。so how is that possible? but これ前の勉強の、推定、前の勉強について質問ありました。それはチッジョルゴンティ。全然反対ものですから。で、どうしてはどのように、それ、結び目はできてます。
同じ質問ね。で、アトマンはいつも自由ですよ。アトマンいつも自由。ですけど、どうして永遠な自由ですね。永遠な自由です。ですけれども、どうして束縛できてます。で、それの答えは、知識は出ますと、現れますと、その質問が無駄になります。今は無知の状態ですから、無知の状態にいるとき、その質問出ます。例えば、暗さの影響で、あなた、例えば、縄を、蛇を見てます。ですけれども、後でチェックして、光でチェックして、で、蛇ではない。縄です。その蛇、どこから来ました？と、その質問、何が答えます？蛇はどこから来ました？本当はなかったでしょ？縄、いつも縄です。ですから蛇、イマジネーションではないですか？想像ではないですか？蛇の本当は存在がありました？ないです。縄、昔も縄、今も縄、未来も縄。縄見たことありますか？縄突然変化して、蛇になりました。皆さん経験ある？経験ありました？蛇、あなたの目の前、蛇変化して、ね。いや、縄変化して、蛇になりました。私は見たことない。ですけれども、それも正しいでしょ？見てますよ。どこから来ますか？と同じ、それかあなたは想像。と、その想像が無知です。と、無知がある間、いろいろあるは想像。ハルシネーション、イリューション、ディリューション、ね、幻惑、これ、それが幻、いっぱいです。私は正しい例えではないです。例えばあなたは蜃気楼、ね、で、見ても水を見ています。水はないです。ですけれども、見てますよ。と、我々は本当は、ブランマン以外何もない。ですけれども、我々は、宇宙を見てます。カラー、テイスト、サウンド。どこから出てます？だから、無知がある間、我々いろいろ見てます。例えば、ね、ドラッグの影響で、で時々何が、お酒の影響で、皆さんいろいろ想像してませんか？ね、結構ありますでしょ？で、例えば、時々パニックアタック。ありますね、パニック。とパニックが本当は原因ないです。シズロペニア。本当は原因ないです。ですけど、心のいろいろ否定的な想像で病気だとさっき言いますね、いろいろ。うつ病。例えば、ドラッグ、あるときお酒。で、それを見てます。本当は、普通の人はそれ見てないですね。で、そして我々はその質問が、例えばどのようにチッジャロ・グロンティができました？今我々の状態でね、今無知の状態。無知の状態とまた半分目覚めた、半分寝ている。半分目覚めている、半分が寝ている。ハップスリップ。アウェイク。いろいろ我々は想像しています。そして本当は答えは無知がある間、我々はその状態が出てます。無知が消えて、もし我々は知識は出ますと、
その質問も出ない。その質問がなくなります。また同じ質問。アトマンは本当はいつも自由ですけれども、どうしてアトマンの束縛できています?本当はその質問も同じ。無知がある間、その質問出ます。知識は出ますとも質問はその質問が出ないんです。ね、それが答えです。で、もう一つ、さっき、で、これ、this one question? How about the other? You answered already. Okay. What is that? Before all this? Yes, yes. で、それと、もう一つは、我々前に言いましたね、プロヨジョナム、目的。と、無数の目的言いましたね。もし皆さんのイメージのために、さっき、リカさん、ちょっと遅かったみたいですね。え、ずっと待ってたんですけど。あなた見えなかった顔。うん、ずっと入れてもらえなかったんです。そうですか、どうしてですか。すみません、ちょっと見落としてしまいました。リカさん、すみませんでした。リカさん、すみませんでした。はい、だから、シャンチさんにもメッセージ、今、教会にも電話したんですけど、誰も、皆さん、これ集中して勉強してますから誰でも受けてないです。あちこれ どうぞあなた先の、はい、え、質問ですか、はい、あ、6つの目的がありました。うん、それの1つだけだとしたら何になるでしょうか。例えばイメージの推定ですね。はい、例えば勉強の目的については6つありますけれども、もし、集中のために、イメージね。まあ、イメージの集中のために何が、これ一つだけ、もし目的のこともし考えれば、その目的は何でしょうか?その答えは、私の考えで、一つ目的で全部カバーします。All will cover, include.入ります。それは何ですか?自分の目的になる。ね、自分の目的になる。生きている下脱。それの目的。その目的がありますと全部それの中に入ります。自分の目的のコンセプトは、我々バガヴァッド・ギーター、インドのエンバシー大使がなりますね。それ皆さん、その、これ、勉強の時、バガヴァッド・ギーターの時、我々、詳しいことをいろいろ説明します。皆さん、興味があったら、いや1月今年のね、1月、2月、3月、と4月もその手間に話します。皆さん、それを見てください。テクストギャラリーに入って見てください。自分の目的の詳しいこと。ですから、とりあえずその答えです。リカさん、わかりました？はい、はい、ありがとうございます。それで、いろいろ6つの実を1つもし、全部それ、all inclusive、すべての中に入りますと、その目的、自分の目的です。生きている間。それ、状態出ますと、一番至福の状態、最高の知識の状態、自由の状態、全部自分目的のコンセプトの中に入っています。みゆきさん、わかりました?大丈夫?シャンティ、OK ですか ?OK。一つ質問いいですか?また、うん、何?いくらすぐ終わります、うん6つの目的ありましたけど、タスミン・ドリシュテ・パラーバレーは7つ目に入りませんか?ん?2つのブラフマン、2つの姿のブラフマンを悟るっていうのは目的のセブンスに入りませんか、うん、ブラフマンの悟り。はい。Dual aspects of Brahman. それで入らない。それがちょっと別のイメージです。自分の目的のイメージが違う。ね、自分の目的のイメージが生きている間の下脱。その中に、うん。それはコンセプトは入りません。わかりました。で、
これ前割と話しました。新しいポイントは例えば何が我々の準備ですね。クワリフィケーションのスタディは準備。それ、ニッティア、オニッティア、ボスト、もう一つすみません。前は、それ引用しましたね、これ、説数。例えば、ビッダティ、ヒダヤグンティ。その説数は本当は、ムンダカ・ウポニシャドの中にあります。シェータ・シャトラではない。とこれ、ムンダコ・ウポニシャド。これ、ムンダコ・ウポニシャドは、もちろん、シェタ・シェタ、みんなすべてのウポニシャドがすごいですけど、本当は、その日の本当は、ムンダコ・ウポニシャドについて話したいですね。ムンダコ・ウポニシャド。もう一つあります、マンドッキア。それではない。ムンダコ。ね、マンドッキア、別あります。それがムンダコ。ですね。ムンダコ・ウポニシャド、素晴らしい。いつも我々、引用してます。シュレシュリ説いっぱい、ムンダコ・ウポニシャドの中に入ってます。皆さん、興味あったら、そんなに大きいではない、読んでください。本当は素晴らしいです。で、ムンダコ・ウポニシャドの中にその説があります。ビッダティ・サヤグンティ、シッダンテ・サルバ・サンシャヤ、シアンテ・チャッサ・カルマーニ、タスミン・ドリシテ・パラーバリ。ね、パラーバリの関係で、ブラマンが言ってました。両方現れていない、現れている。それがこれ自分目的のコンセプトの中にそれは入ってないです、ね、それです、です。それからニッティア・オニッティア・ボストゥ・ビベク、それがそのポイントは、それが窓口です。ポニシャンの勉強、それが理解しないと本当はウポニシャンの勉強は分からないんです。なぜなら、ウポニシャ全部テーマは真理です。あ、真理は何ですか？永遠と無限の存在について話。で、一時的と永遠、有限と無限。それは何が違う？それ理解できないだったら、永遠について話は、勉強は分からなくなります。そして一番大事は、それです。識別。ビチャーラとビベーカ。ね、識別書。基準は何ですか？何を基準？ニッティア・オニッタ。一時的と永遠。皆さん、一つ一つ取ってください。その感じで理解してください。で、個人的で、最初個人的、外のこと考えないで、個人的で識別しましょう。例えば、我は体。永遠ですか？体は永遠だけではなく、変化しています。あなたの皆さんの子供の写真、ある若いの写真、今の写真比べてください。で、今の写真見てちょっとショック受けるかもしれないもあります。お、子供の時そんなに可愛いでしたけれども、今はあまり、それではないですね。私は覚えてますね。これ、アメリカにあるセンターに行って、向こうのある信者、そのいっぱいテストやってます、その信者、そのセンター。と、その彼女、で、私に見せました。その彼女、その時多分、56歳か60歳ぐらいですね。と、私がちょっと、もう、見せたかった。で、マハラージ、私の結婚の時はその写真です。と、それ、私は見せました。全然違うですね。で、皆さん、他の人に若い状態の写真を見せたいです。
結構年取ったのいろいろ写真ありますけれども、お客様にその写真をあまり見せたくないんですね。でそれでなぜなら全然変化してない自分を借ります。それで永遠ですか、アリスも同じですか、真理は、真理の印は何ですか、永遠、変化してない、衰えてない、始まりもない終わりもない、これはっきり覚えてくださいね。これが基準です。それ基準はっきりわからないと、で識別もできない。それ真理は何ですか、はっきり覚えてください。そうしないと識別はできません。で識別のとても大事なポイントは何ですか、永遠無限、変化してない、衰えてない、始まりもない、終わりもない。いろいろいっぱい質問ありますけれども、とりあえずそれを覚えて、今、体のこと、先の肉体。で、それでね、これ永遠ですか？永遠だね。始まりません？始まりもありません？あります。終わりもありませんか？終わりもあります。変化してない？変化してます。みんな反対ではないですか？心理と体。衰えてない？衰えてます。全部は just opposite、反対。と心理と、そしてそれは心理ではない、一時的なものです。世俗的なものです。物質です。全部物質の基準はそうです。ね、物質の基準、心理の基準と物質の基準、全然反対です。opposite。OK、今体の状態分かりました。理解できました？理解できてない。そして個人的で考えては、今、うち後、宇宙のこと後で考えては、最初は個人的なレベルで。そうしないと理解が深くならない。それのために瞑想必要です。瞑想の時、静かに座って、これ心で目を開けてある、目を開けない関係ないです。大事は何もしないで、体動かないで、集中して考える。その状態できないなら、識別は無理です。できないです。私、話聞くだけで、で、話終わったら、印象も終わり。印象もなくなります。印象深くなりません。全然進みません。そして私の言うことは、フォローアップですね、フォローアップ。フォローアップがそれです。で、パタンジェリヨガスートラの瞑想、あるギャナヨガの瞑想違う。ギャナヨガの瞑想ほとんどは識別です。Isn't it? The most important meditation of the Gyana Yoga is Vichara, discrimination.ビチャー、そのビチャールは歩きながら仕事しながら無理です。Impossible. We cannot discriminate while walking and moving and talking. ですから何人その人は、ね、そのことを分かりますか？少ないかもしれない。勉強だけで全然全然印象は深くなりません。それのために瞑想必要です。静かに座って、一つ一つ取って、例えば自分の体、どうでしょうか？永遠の一時的。そう、厳しく識別しないといけない。甘やかす、浅い識別して何ができません。ね？と、charity begins at home。最初、You start from yourself. We should start from ourselves. I should start from myself. And それのために瞑想がその種類が大事です。そうしないと何回も同じこと言ってます。でしょ、もし皆さんが本当はそのことを理解しますと、ボニアスの勉強で
勉強の結果出ます。そうしないとあまり結果出ない。本当、正しいそのことです。そのことは時間ない。清めにそうしますと、あまり意味ないですね、勉強。でそして言うことは、で、それで体。今すぐ心。心のことを考えましょう。心が永遠ですか？心も同じ状態いつもですか？変化してないですか？子供の時みんな何がキャンディ、キャンディ大好きでしょ？キャンディ、飴大好き。私はずっと覚えてます。今そんなにしてない。昔いつも自分のポケットの中にキャンディ持ってましたね。キャンディ。で、出る時子供たちにちょっとね、あげてました。で、例えばある子供を何回もあげた後、ある日私はポケットの中にキャンディはなかったですね。でその子供を歩きながら言いました。雨、雨。あら、すみません、今日雨はないです。あ、ないですか？で、自分で私のその子供というのはポケットを察知します。自分のね。探しています。本当あるかな？本当なかったでしょ？で、ちょっと失礼します。OK、あと別の日私は渡します。で、その子供今本当は25歳になりましたですね。25歳多分。もうそれぐらい。結婚もしましたかもしれない。今もそれぐらい雨が好きではないですか？普通は何ですか？え？今の状態どうですか？皆さんの雨が大好きですか？え？雨、皆さんがいつも雨が食べたいですか？え？もちろん、で、チェンジしますでしょ？清みが変化しています。今、別のものが好きになります。例えば、ね、これ、女の子。人形？ドール。大好きですね。結婚の前で結構ドールが人形。で、人形の人形。その中に結婚も、それも真似してます。本当は結婚の後、また続きますか？そのドールの結婚、人形の何、本当の、今、ドールではない、本当人間出ましたから、それをみんな全部は自分の別の場所、例えば、スーツケース、何が、スーツケースの中に入れます。また自分の子供を増し、また後で出ますと、また子供のための私が。それではないですか。それ人間はそうドール。人間もドールですね。それもはっきり今わからない。でもし、ね、ドールが私のイメージが、これ普通でいろいろもので作ったドール。それではない。人間もドールです。奥さんもドール。旦那さんもドール。子供もドールです。もし本当に識別しますと、そのことわかります。どうですか？皆さん、そのイメージ出てますか？出てない。ですけれども、進みますと、はっきりわかります。We are playing with human doll.We are also human doll, playing with human doll.、ね、気づきはない、それだけです。OK、そこまで今考えなくてもいい。で、それで言うことを、There is a beautiful verse in Hindi, couplet. The same what I just, 今さっき説明しますと同じ。で、結婚の後、children、ね、子供たちはスーツケースの中に全てのドールは入れてます。なぜなら、本当は旦那さん出ましたから、旦那さんドールがもういらないです。で、それは言うことは何ですか？心を変化しています。心の清み。心の清みの対象は変化しています。と真理はそれではないでしょ？いつも同じです。There's no change. ですから心いつもいますか？いない。例えば、これ深い寝るとき、心の存在がなくなりませんか？
深い睡眠の時、心の存在ないです。何が証明です？ The sense of time, sense of place、ね、心と場所の意識はなくなります。なぜ心いないんですから。そう、心は生きている間、ある時あります、ある時ない。それがないですか？ But ブラッマのアートマン、それではないんです。いつも言います。その、私の言うことをその感じで個人的で一つ一つ我々のレベル取って識別してください。体、感覚、心、知性、記憶、自我、その感じで日ティア、オニティア、ボストゥ、ビベーカーのそれがやり方そうです。ね、そこまでしないと、本当は勉強は、これ効果的に、効果的になりません。It will not be effective. You can read, but it will not be effective. If you want to make it effective,それが絶対必要です。そしてそれも基礎です。ニッティア、オニッティア、ボストゥ・ビベーカ。ボストゥはもの、ビベーカ、識別。で、識別して終わりですか？終わりではない。そこからまた進まないといけない。でまた進もうができない。もしそれが基礎的はそれは識別しないとまた進むはできない。で、今見ましょう。例えば、ニッティア・オニッタ・ボスト・ビベーカについて、バガヴァッド・ギーターの中に何があります？ウパニシャドの中にも何があります？例えば、バガヴァッド・ギーター、クーシャツ、いつもバガヴァッド・ギーター自分の近くに取ってくださいね。ウパニシャドの勉強の時にね。置いてください。これ、ギターは、例えば、9章の33節。9章33節。verse number 33, chapter 19ですね。でそれで、キングプナー、just find out, 33, chapter 9, verse number 33. キングプナー、ブラムハナー、プニア、バクタ、ラジャー、シャヤス、タタ、オニティアム、アスカム、ローカム、イマン、プラピア、バジャス、ワマーム、オニティアム、入ってませんか？ Have you seen? Just read out the translation. はかない。うん。はかない。おにっきょ。永遠ではない。一時的です。で、だけではなく、もう一つ言いますと、おすうかん。すうかんもなし。本当の面白くないです。面白い考えますけれども、本当は面白くない。本当は楽しみ考えますけれども、楽しみではない。悲しみ。そして、オルジョン、あなたは私。と言って、私は神様。シーですね。クリシナ、ね。私のことを、私を礼拝してください。ね、そして、オニッティアム。オニッティアム、オニッティボストビューエーカ。で、また、バガヴァッド・ギーター見てください。これ、Chapter 8, verse number 15. 八章の十五節。ね、八章十五節。マームウペティア、プナールジャンマ、
Dukkha Layam Ashashatam Ashashatam Napunvanti Mahatmana Sangsiddhim Paramangataha Dukkha Dukkha Alaya Honta Sono Uchuwa Honta Kanashimi Pai Kurushimi Pai ですね。それから6つなんですが、アシャッシャトン。これ何ありますか？ロリサーシャッシャトン。It's not word by word. あ、ちょ、just read out. 苦しみと儚さに満ちた物質感。苦しみと儚さ。儚さ？儚さ。儚さ、is it the same? Is it the same as 儚い？儚さ。儚さ。儚さ。おい、アシャッシャトン。それもアニッティア。シャッシャトンが永遠。アシャッシャトン、あ、いつも言います。この、これ、接頭辞が反対。ね、あ、シャッシャトン、シャッシャトンが永遠。あ、アシャッシャトン、永遠ではない。はからさ。はかなさ。はかなさ。はかなさ。で、これが同じ。オニッティア。ニッティア、オニッティア。そして、スリクリシュナ何回も言ってます。この宇宙は、世界は、オニッティアです。アシャッシャトです。そして、私のこと。と私、例えば、スリクリシュナは何のシンボルです。真理のシンボルではないですか？スリクリシュナは真理のシンボル。embodiment of the truth 真理の化身です、ね、個人的なスキシノのことではないです本当はスキシノ is representing the truth eternal Brahman でまたこれ chapter 8、Verse number 15, we already said that. So, okay, in chapter 13, you son, 8 and 9, chapter 13, Eight and nine, na? Chapter 13, Ju Sansho no Hachi to Kyu. De Dozo?これ、インドリアーテーシュ・ボイラギャム、アナンカーロ・エバチャ、ジャンマ・ムリット・ジャラ・ベディ・ドゥッカ・ドーシャ・オヌダーシャナム。That's number nine. This, there it is nine? Okay, then nine and ten です。それで、キヨカイ・ホンは nine and ten です。キュート・ジュー。アソクティ・ラノヒッシャンガ、プトロ・ダーラ・グリハーディシュ。ニッティアンチャ、サマチッタッタム、イシタ、イシタ、オニシタ、ウパパッティシュですね。で、それの中に、例えば、その種類、ボイラギャム、例えば、いろいろ一時的なものについて放棄する。それから、体、心、いつも何ですか？ジョンモ、ハジマリモアリマス、ワリモアリマスね、ジョンモ、ムリット、ジョラベリ。What is that translation? Number 9. セイロ病死。セイロ病死を。苦しみ。セイ、何 ?So it's a Buddhist term meaning birth, old age, disease, and death. Tell again.セイロ、病死、それから、ソロ病死、ソロ病死、ソロ病死、
生老病死。それから、を、空とみなし。空とみなし。その本質を極めること。Okay、それで、ジャンマムリットジャラーベディ。それが体の受体です。それ、ニッテボストのその問題ないです。ね、永遠のものの生まれてもない、死ぬもない、それから年取っていろいろ病気もない、ね、恐れもない。でその感じで、どうしようぬだるしの、いつもそれをこれ見てください。これが識別のことです。ありますね、向こうで翻訳あります。どっかどうしようぬだるしの、いつも見てください。何やそれが本当はその本質を極めること。極める。means to look deep into, to look into the 極めること極めること、それが識別です。ね、これが識別。オヌダルシャナム、いつも、always。あるときします、次のとき忘れます。それではない。ね、例えば、火葬場に入ってみんな一時的、火葬場からまた別のうちに戻ってみんな永遠。いわゆるそれを結構可能性ありますね。火葬場に行きますと、本当は、ね、本当は皆さんの俺は一時的ですね。俺生きている、それは一時的で。で、火葬場に入ってその種類考えは、出るの可能性あります。識別しないといけないんです。ニッティア、アニッティア、ボストゥ・ビベーカ。ね。いつでも、どこでも、その気づきは大事です。ニッティア、ニッティア、ボストゥ・ビベーカ。識別、識別、識別。ギャノエゴのためだけ必要か、それ考え、間違って考えしないでください。みんな、ヨギのたちの、それ、識別、みんな必要です。コルモヨギの必要です。のために必要で、ギャナ、ラジオジョラジオヨギのために必要です。ポトニリオクスの中にないですか？絶対あります。識別。で、ボクティヨギの中にもあります。そして、すべてのヨガの基礎は、ニッティア、アニッティア、ボストゥ・ビベーカ。今、ウポニシャド見ましょう。カトゥポニシャドね。カトゥポニシャド、今見てください。バースナンバー、ね。これ、ページ、英語のページ。49ページと50、49。先の皆さん、テキスト持ってますね。英語のテキスト。ね、皆さん出しました ?49 と50、51ですね。それで、スレヤシチャ、プレヤシチャ、モンシャミータ、ストウサンパリティア、ビビナクティディーラハ、スレヨーヒディロービプレヤオソブリニティ、プレヨーマンド、ヨガクシマト、ブリニティ。翻訳ありますか？あります？皆さん、読んでください。皆さん、はい。翻訳というか、解説みたいになってるんですけど、シュレイヤ。あ、じゃあ皆さん、ちょっとアンミュートしますか？アケミさん。ちょっとアンミュートしてください。皆さん、ちょっとできれば読んでください。シュレイヤ。はい。皆さん、ミュートを外して。外して。これ、ありますから、皆さん、どうぞ。If they all speak at the same time, there'll be a different. Okay, one person, 一人だけ読んでください、ね。参加者の中に。そして皆さん、聞こえます。後ろから聞こえないですから。どうぞ、その中にどなた。Okay、あけみさん、あなた持ってますか？これですか？ああ、そうそう。それを翻訳、はい、翻訳持ってますでしょ？翻訳、すみません、私翻訳を持っ
ここに出てます。どなたかいらっしゃいますか。すみません。みやこさん。はい、読みます。みやこさん持ってますか。あ、じゃあ千代子さん持ってますか。どうぞ読んでください。千代子さんに読んでください。はい。はい、教会の書籍の訳を読ませていただきます。はい。はい、善も快楽も人々の前に現れる。賢者は双方を吟味して一方を他者から区別する。賢者は快楽よりも善を好む。愚者は肉体の欲望に駆り立てられて善よりも快楽を好む。うん、でそれを識別。わかる？識別の例えばこれ山は教えてました。で、のちげたに。で、で、二つあります。だって先、楽しみと本当は幸福。本当の幸福ね、最初。前多分言いますね。最初は、これとても面白いですけれども、最後に、ね、大変。最初は、甘い、最後にこれ苦いありますね。でそれを先ラジャス的なスカとサット的なスカ、でそれを識別のこれ一つ、これが例です。でとてもこれ有名な説で、ガトパニシャッスレアシチャプレアシチャマヌシャメタスドサンパリティアビビナクティディーラハ。ディーラハなんですか、賢い人。ね、浅い人、あれ賢い人。いつもそうしますね、二つする人います。と浅い人の意味は、霊的な見方で浅い人。もちろんその人、とても有名な学者。です。それの可能性ありますね。学者ですけれども、ね、真理についてあまり本当は浅い考えの人。で、信者たちの中にもその種人もいます。ね、浅いと深く考える人。と今度は言うことは、どなた識別します？ディーラハ。と、ウポニシャドの中にそのディーラハ、何回も何回もその言葉を出てます。ディーラハ。ディーラハ本当の意味は、賢い人、深く考える人。最後の結果は何が出ます？それを考える人。ね？で、ディーラハ、向こう、翻訳何がありますか？賢者。え？賢者。賢者と本当は賢い人、その主人。その賢い人言った方がいい。賢者といつもイメージがちょっと文句、そういろいろ考えてますけれども、で本当は賢い人言います。賢い人は何でも。お坊さん、それから信者、その中に賢い人。と賢い人の印はそうです。ビビノクティ。ね、本当は識別します。ディセクション。ね。ディセクションで、サイエンティストな、科学者。例えば、バイオロジスト。ディセクト。例えば、カエル。ね。バイオロジーを勉強のために、カエルをディセクションしますね。バイオロジスト。生理学者。ディセクションは、バイカイ。バイカイ。OK。例えば、カエル。バイスね。解剖。解剖する。解剖する。で、解剖するですね。カエルを解剖する。で、中に何があります？それ、バイオそう、我々も同じようにディセクションしないといけないですね。
解剖する。それがディスクリミネーション。ね、カエルについて解剖する、その言葉いいですけれども、自分について自分の解剖するはあまりちょっと変ですね。で、そのことを考えれば、これは識別する。と何がプレイヤー、何がスレイヤー。いつも我々の中に2つオプション。ね、プクリティ。ね、ビッダー、ビッダー、マヤ。いつも我々の中に2つカード。ね、プレイングカード。They offer, present us two cards before us.You know, card, card, na? Playing card? Trump. President Trump ではないね。アメリカの President. It's a Trump. それがその Trump が2つカード。1つはプレイヤー、もう1つはスレイヤー。自分のであなたチョイス、オプションがあります。で、まあ、最初はプレイヤーを取って後で困りますと紙に文句しますとあまり意味ないです。なぜなら、これは我々自分の責任ですから。そしてこれがとても大事です。トゥサンパリッティア・ビビナクティ・ディーラハ。で、何を取ってます？スレアを取ってます。プリアではない。でそしてで、また次ですね。あサッタンプリアンプリオルパンシュカーマンオビッダヤンノチゲートアッタスラクシヒノイタンスリンカンビットマイマバットヤッサンマジャンティバハボモノシハどうぞ、チーコさん、次。チーコさん、読んでください。はい。教会の訳です。ああ、もちろん教会の訳ですね。はい。ナチケータスよ。汝は感覚器官を喜ばせる肉体の欲望を達観して、それらすべてを放棄した。多くの人がのたうち回るぬかるみの道に背を向けた。うん。それはあなたは持ち桁何言いました読む全部あげたい。とてもね、高いもの、ね、楽しみ、高い楽しみのもの、で、長生き、でいろいろいろいっぱいで誘惑をしましたね。誘惑しました。Tempting。ですけれども、持ち方の答えは何ですか？いらない、いらない、いらない。で、いらない、いらない何ですか？ Just a sort of, I should say, 一時的な、just a matter of impulse? Impulse だというのは何ですか？初動的 It's just impulse? 初動的？それではない。持ち桁は賢い人でしたから、識別して、で、みんな、リジェクト。いらない。必要ではない。それが、持ち桁は、エンボディメント・オブ・ディスクリミネーション。識別の化身です。When Swamiji went to Thakur, and he was in family troubles,、he told Thakur that,おいじゃタグラ。それで有名な、例えば、シャミビビガンの障害の中にありませんか？とっても大変な状態ですね、自分の家族。食事もない、何もない、服もない。ですね。でその時、スラームキシノにシャミビビガンの、例えばいろいろ何か仕事を探してもできてない。できてなかったですね。でとてもとても突然、とてもお金持ち、その状態ですね。で突然とても貧乏の状態に出ましたんですね。でその時、スラームキシノに頼みました。あなたはその願い。それであなた、あなたセイントですから、ね。で、あなたで私の願いを満足できますから、あなたは本当は絶対我々の状態、あなたは分かる。それがもう、楽の状態、家族の。
それはしてください、その状態作ってください、私のために。で、スリサムクリシュナに言ったらマダルカリに言ってください、あなたマダルカリを信じてないですから、あなたはいつも、ね、その大変な状態に入りました。それが多分スラムクリシュナのトリックスかもしれないで、ね、自分でそうで、スラムクリシュナを言った時、あなたマダルカリを信じてないで、信じるだけではない、いつも悪いこと言ってますね、マダルカリについて。シャミビベカの神の、ね、形がある神様を好きではなかったですね、ブラッモ様のメンバーでしたから。そしてスラムクリシュナは、今チャンス出ました、私の、でいつもマダルカリを批判しています、今そのマダルカリに行って、何度もあなた何度も願い、マダルカリの恩寵で満足できると、シャミビベカンドはスラムクリシュナのことを本当はヤクパス信じてましたから、マダルカリの皆さん知ってますでしょ、ね、お寺に入ってマダルカリ、本当はマダルカリ生きている、今まで考えてます、石で作ったマダルカリ、今入って石ではない、本当はマダルカリが生きていますだけではなく、女神です、母なる神です、何でも願いは満足、マダルカリの恩寵で満足できる、その考えで、で、何を唱え、何を頼みました、まだ、ビベク、アマキ、ビベクダオ、ボイラッグダオ。ギャンダオ、ビベクダオ、ボイラッグダオ。知識を与えてください。これ、識別の力を与えてください。その祈り。3回同じ状態。戻ってスラム騎士のレポートします。どうでした、頼みました、自分の家族の。これために忘れた。さ、1回。OK、また言ってください。2回も同じ。大変な状態、家族のため、忘れて、母なる神様、私に知識を与えてください。ね、私に識別の力を与えてください。また、3回も同じ。3回も、ね、同じ質問。なぜなら、シャミビヨカ、本当は知ってました。で、すべての真理を比べて、他のすべてのものは一時的です。それからして、その種祈りはできてなかったです。もし、我々のシャミビヨカのポジションの中に入りますと、どうですか、我々の状態。何でもまだあるかり、これが欲しい。リスト、大きなリスト。願いのリストを持っていって、これが欲しい、これも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 欲しい。何が違う？スラム、シャミビベカンド、例えば、のちけた。ね？シャミビベカンドは、のちけたの別の例です。is another example of のちけた。ね？で、それのために、とてもとても大事です。ニッティア、アニッティア、バストゥービベーカ。皆さん、また一週間ありますね、次のクラスの前。次、ネクストクラスありますな、ね、ないですね。今月はないですね。OK、また結構、実践の時間結構出ますでしょ。次のクラスの前、実践してください。ね、心で、くり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 、識別してください。OK。ご起用でありがとうございます。終わりました。オンプールナマダ、プールナミダ、プールナ、プールナムダッチャテ、プールナッシャプールナマダヤ、プールナメバアシッシャテ、Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Paramahamsa. OK、 次のクラスが4月ですね。4月の最初の1週間。ありがとうございます。